こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、ケンタッキーです。新発売でソルティライムチキンっていうのが出たので、それをたくさん買ってきました。買ってきたのがソルティライムチキン6ピース味比べパック、オリジナルチキン3つとソルティライムチキンが3つ入ってますね。あとカネリングポテトが付いてます。バラエティパック、オリジナルチキンと骨なしケンタッキー、チキンフィレサンドと和風カツサンドで、カネリングポテトが1つ、あとソルティライムチキンが新発売だったので3つ買ってきました。でこちらも新発売のクラッシャーズのピーチ&ピーチで、これは前からありますね、クッキー&クリームです。ドリンクはペプシコーラを2本頼みました。いただきます。ちょっと新発売のソルティライムチキンを食べてみたいと思います。見た目はこんな感じです。黒胡椒がねついてますね。うん、衣がすごいカリカリです。骨がないですね、骨なしです。レモンの風味がちょっとしますね。で私骨なしチキンだからちょっとお肉パサついとるかなと思ったんですけど、結構ね脂がじゅわっと出てきてジューシーな感じです。うん、カネリングポテト久しぶりに食べたけど美味しい。外側はねサクサクで、中のお芋は結構しっとりしてます。これがね前からあるオリジナルチキンですね。うん、やっぱこっちの方がお肉がねめっちゃ脂が出てきてジューシーな感じで、私はね味付けもこっちの方が好きかな。めっちゃ脂がすごい、衣に独特な味付けがしてあって美味しいですよね、大好き。このクラッシャーズの新しいの飲んでみます。ピーチ&ピーチ、ストローが太くって中の果肉が入ってるんかな、この中何が入ってるんかなそれが吸えるようになってます。桃の味のフロートに細かいクッキーが入っとって、で吸い込むとねそれがザクザクしてとっても美味しいです。うん、こっちはクッキー&クリームですね。あ、ちょっとビターな感じです。でもチョコがね結構濃厚でとっても美味しいです。私さ、クラッシャーズってあんま飲んだことなかったんですよね。置いとるお店と置いてないお店があるの知ってますか？私が前住んでたところの家の近くにあるケンタッキーはクラッシャーズが置いてなくって飲めなかったんですよ。今日飲めて嬉しいです。このソルティー&レモンなんですけど、せっかくいっぱい買ってきたんでスイートチリソースをちょっとかけて食べてみたいと思います。はーい、美味しそう。レモンの風味もねうっすら残りますね。スイートチリソース辛いけど甘くてすごい美味しい。唐揚げ本当によく合います。次はね蜂蜜かけてみたいと思います。蜂蜜レモンになりますよ。ならんかなそれはちょっと違うかな。こんな感じです。あ、めっちゃ美味しいかもしれない。合いますでお肉がレモン風味でさっぱりしとるから相性がいいのかもしれないです。うん、めっちゃジューシーです。オリジナルチキン、スイートチリソースとマヨネーズをね混ぜたソースめっちゃ美味しいんですようん、スイートチリソースのチリソースがねマヨネーズでマイルドになってね美味しいです。で、レモンライムのチキン最後のワンピースです。蜂蜜かけました。
最後はサンドです。チキンフィレサンドと和風フィレカツサンド、和風カツサンドです。チキンフィレサンドから、チキンが入ってます。骨なしチキンが入ってるのかな。あとマヨネーズとレタスとパンですね。フィレサンドだから結構あっさりしてますね。最後は和風チキンサンドです。美味しそう。このね、醤油の甘辛いタレがいいんですよね。ソースが美味しい。チキンも柔らかいですね。最後の一口いただきます。新発売のソルティライムチキン、まあまあ美味しかったですね。まあ、ケンタッキーのチキンって骨がある方が好きなんですよ。油がね、のっとってジューシーな感じだけ。ソルティライムチキンに蜂蜜をかけるの結構美味しくっておすすめです。あとクラッシュ&ピーチ&ピーチ、ピーチ&ピーチっていうのは白桃&黄桃ってことなんですよね。これもね、まあまあ美味しかったです今日はね、ケンタッキーをちょっと久しぶりでしたかね、久しぶりにたくさん食べられて美味しかったです。幸せです。で、皆さんもね、ぜひぜひ新しい味も試してみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。